店長、まだお客さん来ないけど今月のお給料払えるの？私に考えがあるんだけど聞きたくない？何よ、人の行為を無駄にするつもり？掲示板を作って値引きする商品を毎日貼り出すの。何もないよりはマシでしょ？外に何があるかも知らないの？あんた本当にこの店の店長？素直に思いつかなかったって認めなさいよ。誰が考えたんだっけ？考えだって認めたんだから、もちろんご褒美はあるわよね。普通の黒板でいいじゃない。そんなの全然ご褒美にならないわよ。そりゃ私たちは可愛いけど、でも可愛いは食べれないし。もうご飯食べないでよね。ちょっと、ご褒美は？店長のケチ、無駄に決まってるじゃない。5名来店されて、3名の方がお買い物をされました。そんなにいろいろ担いで何をするんですか？私のアイデアなのよ。いい考えですね。さ、早く作り始めてください。急いで完成させて、どんどんお客さんを招きましょう。いないし大丈夫よ。じゃあなおさら早く済ませないとね。工具箱？昨日水道を直した時、2階に持って上がったんじゃなかった？まだ若いのに物忘れとはね。ダメ店長なんだからしょうがないじゃない。はいはい、店長様。あ、店長。しばらく下にいたけど、何も売れないし補充する必要もない。退屈だからここに来た。私何か変なこと言った？
今？この本ちょうどいいところなのに。でも毎日夜まで働いて、仕事の後はシャワーを浴びて寝るだけ。いつ仕事以外のことをすればいいの？休めるのは嬉しいけど、週末って何？1週間？最初からそう言ってくれればいいのに。休むって家で？それとも出かけるの？この前ちゃんと見れなかったし。うん、分かってる。お店の状況あまり良くないもんね。やっぱり。それもそうね。私たちの部屋で見つけたの。何？そりゃあ私が見つけたんだから私のものでしょ。そんなに急がなくていいじゃない。それよりここ見て。本当にこんなことするの？店長、怒ってるの？いや、店長のじゃないんでしょ？わかった。じゃあ仕事の後、チェリーとプリンと一緒に読む。私たちは子供じゃない。店長が10人いたって、私を満足させられっこない。さてと、掲示板を作るんでしょ？行こう。道具はちゃんと揃ってるんだ。まずはどうするの？そんなことか。何か書くものはある？ちゃんと形を描かないと切れないでしょ。鉛筆でいいよ。それと消しゴム、直しやすいから。さあね。店長、鉛筆と消しゴムは？
ボードを女の子の形に切って、耳は別に作る。そうすれば、耳を変えるだけでいろんな形にできるでしょ。便利じゃない？じゃあ、そうするね。そう。なら、デザイナーでもやってたのかもね。さっきから私の言うことにうなずいてばっかり。まるで風に揺れる雑草ね。できた。これでいい？じゃあ、切ろう。店長、力なさそうだけど、できるの？わかった。任せる。店長は少し休んでて、私がやる。はい、お水。手伝おうか？ごめんごめん。着替えてきたら、代わりに私がやっておくから。心配いらない。ちょうどいいところに、ここ、支えてて。大丈夫。あとこの直線で最後だから。完成してから休憩すればいい。できた。どう？水じゃなくて、コーラがいい。キンキンに冷えたやつね。何も。お客さんを見てるだけ。お客さんの邪魔しちゃダメって言ったのは店長でしょ？何かお探しですか？それならこっちよ。ついてきて。どういたしまして。他にも何か必要なものはありますか？どうだった？ご褒美は？私も飲みたいです。店長は優しいですね。冷たい。キュッ。爽快ですね。キュッ。
長はなんだか眩しいです。いつもの店長は偽物で、こっちが本物の店長なんじゃないですか？うんうん、休みをくれる店長はすごくかっこいいわ。店長の魅力が100はアップしました。当然じゃない、こんな日が来るなんて夢にも思わなかったわね、プリン。すごく楽しみ。わかりました。プリン、何して遊ぶか考えましょう。みんな行くって。別に、その箱、ここにある中で一番大きい。でも、私たち三人が入れるほどじゃない。風鈴の中にいるとき、全く意識がないの。まるで夢でも見てるみたい。突然眠りに落ちて、ずっと、ずっと長い時間そうしていた気がする。そしたら急に目が覚めて、全然知らない場所にいた。過去も、未来もわからない。でも、初めて店長を見たとき、あの時の店長の顔は覚えてる。びっくりして、恥ずかしそうな顔だった。私が言いたいのは、店長は恐れていなかったってこと。明らかに自分とは違う存在なのに。他の人も店長と同じ。うん、みんな店長みたいならいいのにね。そうね、自分の目で確かめないと。店長、面白いところに連れて行ってね。
良くなりました。病院、本当に大丈夫ですから。飲みたかったのにチェリーが止めた。わかった。さっき少しめまいがしたからコーラでも飲んで少し休もうと思って。店長、私もちょっとめまいが。今は平気。コーラを飲めば治ると思う。いいの？今日は随分気前がいいんじゃない？ありがとう。プリンが怪我したの？私たちのめまいも関係あるの？風鈴に何かあると私たちにも影響するってこと？信じられないわ。じゃあ戻って鈴を叩いてみせてよ。やっぱり店長のご先祖様はひどいわ。私たちの自由を奪うだけじゃなくて身の安全すら思いのままだなんて。私たちそんなに恐ろしい存在だったのかな。じゃなきゃこんな厳重に拘束するはずない。そんなの信用できないわよ。会ったばかりの時だって私たちを解放するって約束してくれたのに、最近そういう話全然しないし。時間がかかるんだからせかしちゃダメ。いつか店長の言葉通りになればいいけど。
長、どうしたんですか？ごめんなさい。いつも不機嫌そうにお母さんと話してますよね。自分の家族なのに、そんなに話すのが辛いんですか？私には家族がいないので、店長の悩みはよくわかりませんね。店長とは血のつながりもないですし、そんな簡単に家族になろうだなんてよくないですよ。でも店長の気持ちはとっても嬉しいです。あ、そうだ、閉店の時間になったので店長を呼びに来たんでした。ここにある飲み物っていろんな色があってすごく綺麗。昔もそうだったのかな。やっぱりわかんないわ。ねえ、それよりどうしたらこれを飲める？この色、透き通っててコーラよりずっと綺麗。きっとすごく甘くて美味しいんでしょ？そうとしてるんでしょ。こんなに綺麗なんだから美味しいに決まってるじゃない。どうだかね。そういえば2階から大きな声がしてたけど、どうしたの？クリームが店長にって。やっと終わった。待って、みんなこれ見て。少し磨いてツヤを出してみた。前より良くなった。わあ、これが私たち？かわいい。シュークリームって見た目はバカっぽいけど、なかなかいい腕してるのね。バカなのはあんたでしょ、このバカキツネ。シュークリームはデザインに詳しいんだね。この耳取り外せるようになってる。うん。明日は誰の耳にする？いい選択じゃない。明日は張り切っちゃうんだから見てなさいよ。冷蔵庫の乳製品が全然売れてないから、なるべく早く売った方がいいと思う。確かに乳製品はほとんど出ませんね。たまに買ってくれる人もご近所さんばっかりで。たまにお話ししてますよ。いつも来てくださる方もいるので少し聞いてみたんです。前は遠くまで買い物に行くしかなかったから、うちのコンビニがオープンしてから便利になったっておっしゃってました。ありがとうございます、店長。
私もお客さんと喋ったのに。戻してくる。私は床の掃除をしますね。私はモップを持ってくるわ。店長は水を持ってきて。効果あるかな。だといいね。じゃ、仕事に戻る。ふふん。店長がちゃんと約束を守ってくれるなら、忙しいのなんてどうってことないわ。店長もサボっちゃダメですからね。いつお客さんがいらっしゃってもいいように、レジに戻ってますね。本当？店長も私たちに目を奪われたの？他に選べる相手がいたわけでもないのに。確かにこっちを振り返る人がいつもより多いみたい。わかったわ。さあ、店長は早くあっちに行って。午前中に結構売れたから、特売の乳製品は特に。ほんと、やっぱりみんな値下げに目がないみたい。私たちじゃない、チェリーとプリン。チェリーは午前中ずっと入り口で呼び込みしてた。オープンしたばっかりなのよ。褒めたってお代は返さないわよ。また買い物に来て直接見ればいいじゃない。本物の方が写真よりいいでしょ。帰ったらうちの店のことちゃんと友達に紹介してね。はい、ありがとうございます、店長。ただいまセール中ですよ。見て
っぱり外より中の方が涼しいわね。大したことないわ。今日はいつもよりいっぱいお客さんが来るんだもん。もうチョコはもらったようなものね。店長、ううん、この前話してたワインのことなんだけど、すごく高いのね。今飲むとは言ってないわ。いつ飲めるのか知りたいだけ。本当？今どれくらい？ならもうすぐね。ご飯ご飯。私は新しい服が欲しいわ。綺麗なスカートとか。毎日毎日店の制服ばっかりでなんかダサいんだもん。まさか店長にそんな趣味があったなんて。私の服、あんたが着たやつじゃないでしょうね。店長は小柄だし、よく似合ってただろうね。本に書いてあった、男の子ってやつ？そんな言い訳、説得力ありませんよ。私たちと同じ制服が着たいなら、勇気を出さなくちゃ。それとも、やっぱり制服がダサいから着たくないんじゃ。言い訳はいいから、店長も本当は女の子になりたいんだよね。お客さんが言ってるのは私たち自身のことよ。服のことじゃないわ。服を買ったら、店長が着た制服なんて捨てちゃいましょう。それじゃ買う意味ないじゃない。制服に不満はないですけど、店長が身をもって示してくれないと。私もそう思う。きっと店長が一番よく似合う。なら私も着なくていいわね。